犬新兵犬新兵昭和9年11月4日は明治期に活躍した日本の実業家。関財閥の犬屋当主が代々新兵を襲名している。山下亀三郎、内田信也、勝田銀次郎、岡崎藤吉と共に神戸海運5人男の一人、日本一の氷菓子と呼ばれた。新兵は陽名を前田加蔵という。文久年。 摂津国八部郡北の村に、少商人、前田陣兵衛の三男として生まれた。十二歳で、兵庫の干賞店に奉公した。酒や、みりんの醸造業だったが、間もなくやめて米や金貸し業など奉公先を転々。十年後に、また干賞店へ戻った。干賞店では、主人夫婦に子供がなかったため夫婦用紙を取っていた。 ところがこの養子の夫の方が急死。未亡人、よその細腕で店を切り回せないと見た主人は、なりふり構わず立ち働く鹿像に目を留め、婿の後釜に決めた。鹿像は三つ年上の未亡人と夫婦になり、中心となって醸造業を切り盛りしていたところへ、義父、新米病死。鹿像は三代目、新米を襲名。先代の資産は、当時の金で四十万円とされ、 普段から世間付き合いの良くない男が、その財産と事業を一手にしたので世間の厄介も、ひどかった。また商売とは別に、自分個人の貯金を人に貸して、利子を取り、出すものは、下でも出さないケチだったので、憎まれてもいた。世間はことごとに嫌がらせをする。寄付といえば、真っ先に持ち込んで強要し、無頼感がゆすりにくる。ある時、 ゆすりをはねつけると、近くの神社に芝居があった。創始芝居、犬池横領兵庫の嵐の一幕。寄付の教養を断られた払いせに薬山が呼び込んだ、中小芝居である。新兵衛は、ますます頑固に寄付の話を聞かなくなった。嫌がらせを受ける理由も、教養を受け入れる理由もない。それは、独立、ドッ破の気構えの彼なりの表現でもあった。 明治37年の日露戦争は日本の海運界に新しい活を生み出すものであったが、ことに神戸海運界ではこの時期に土着の社外選手の出現が隠せられた。新米はこの情勢を見逃すことなく機敏に正気をトライ醸造業から海運業へと転換し、日本における海運ブローカーの美祖とも言われる佐藤雄太郎の勧めで、 先令22年の白来中古船を購入し、兵庫県出身の最初の社外選手として名乗りを上げた。新兵は自家醸造酒の名称をとって、健康丸と名付けた。以後新兵は海船現金主義を取った。海船はことごとくイギリスの中古船を狙い、その支払いはすべて現金に徹した。また新兵は、どの保有船にも保険はかけなかった。 所有船が遭難してもサルベージ会社に頼まず、自ら遭難現場に赴き、何月もかかって、離床に成功するという、いわゆる、鑑識種弁当サルベージを観行した。これらは、新米の人並みは、ずれたケチケチ主義、実は徹底した合理主義、すなわち独特の堅実無比な海運経営が、信条であった。こうして明治41年には、看護名会社を、設立し、 所有戦4隻を数えるオーナーとなり、第一次大戦ブームを迎えて、山下亀三郎、内田信也、勝田銀次郎の、いわゆる、船成金や岡崎東吉と共に、神戸海運5人男と称せられることとなった。新造船に熱中した船成金が第一次大戦後の反動で、停体打撃を受けた際も、中古戦主義を堅くなに守り抜いていた新兵は涼しい、顔をしていた。 新米のケチケチ主義は人並みは、ずれて徹底したものであったが、大正7年の米騒動の時には2万円を、神戸市に、大正12年の関東大震災の時にも3万円を寄付した。大正5年3月4日の衆議院本会議では、田中義和声優会総裁をめぐる300万円事件と、機密費事件が暴露された。この年一月には、 田中総裁に対して48万円の支払い請求の訴訟が起こされた。声優会入りに先立って田中から300万円調達の依頼を受け、これを神戸の金貸し、犬井新兵衛から引き出すことに成功したという佐藤、茂吉が約束の報酬の支払いを請求した。これが県政会の中野聖号が提出した緊急動議で、いわゆる田中大将事件である。 田中総裁に300万円の政治資金を用立てた町の金融業者として井上新兵衛は世間の注目を浴びた。1930年に渡辺倉庫のっ取り事件で背任強査罪として予診判事から起訴され、1932年1月に懲役1年の判決を受けた。この控訴に加え数百万円を投じた。 小川流所見問題や千数百万円の北海道土地問題、久原久之助に対する資金など未解決の問題を抱え終わっている中、鈴木喜三郎の親戚を自称する堀川達吉郎の口車に乗せられて金を左取された。渡辺倉庫のっ取り事件に関しては、1933年3月、東京高訴院は無罪判決を下したが、その後、鈴木喜三郎が、 犬井から金銭を収受したのではないかという疑惑が持ち上がり、1934年2月、犬井は大阪地方裁判所検事局、斉藤検事宛てに被害天末上申書を提出し、堀川を詐欺として告訴した。新井針は三代目が築いた関財閥の後継者として裕福な環境に育つ。新井針は灰からモダンと言われ、 多趣味な近代的教養人であった。関税流の洋曲、歌舞伎、相撲、ゴルフなど多岐にわたる趣味のせいで仕事以外の人脈も豊富だった。その人脈の一人が建築家、渡辺武士である。渡辺説とは年も近く、また住まいも近かった。ニーハリは住吉村に新邸の建築を渡辺武士に任せ、惜しげもなく費用をつぎ込んだが、 豪壮な邸宅が完成した5年後、共心症の発作でこの世を去った。関西のうるさ型と言われた、犬とよひこは、中京財界の大建物と言われた、高橋彦次郎の7男として名古屋で生まれた。幼少から、父の勧めで、書道、農学、茶道などを習ったことが、後に、歴史や伝統を尊ぶ心につながる。三井物産時代、日本鉄線工作の経営者、 犬井新人の一人娘のみち子と結婚。辛い家に入るが、岐阜の休止で、三十三歳で換気扇の社長に就任し、乾燥庫などの事業を引き継いだ。豊彦は、太平洋戦争を乗り越えた、敏腕の実業家でもあったが、戦後の時代に批判されながらも、高野ゴルフ場の再建に、いち早く着手した無類の趣味人で、高野ゴルフクラブ理事長、関西ゴルフ連盟理事長、 日本ゴルフ協会名誉会長を務めた。旧から屋敷旧から屋敷は昭和11年旧住吉村に対象昭和にかけてのモダン建築で知られる渡辺武士の設計によって約3900平方メートルの敷地に和館と洋館が建てられたが阪神大震災で和館は前回洋館だけが残った。洋館は鉄筋2階建て住宅で 約20の洋室や和室、豪華な暖炉やシャンデリア、吹き抜けのホールなどがある。平成5年、豊彦が死去して、矢部神事から受け継いだ邸宅は、相続税として国に物納され、神戸市が約15億円での買い取りと、歴史的建造物としての活用を提案していた。ところが、阪神大震災で財政が一気に悪化して、購入協議が中断。 平成8年以降、国と委託管理契約を結び、ドラマのロケや内覧会、コンサートや写真展、シンポジウム会場など市民団体の行事の場所としても、貸し出してきた。しかしこのままでは、旧小田亭のように、競売にかけられる運命をたどると、旧か屋敷活用応援クラブが設立され、足足の NPO、アメニティに0 0協会などの協力により保存運動が、 続けられている。日本の洋館第六巻著者、藤森照信。ありがとうございます。